愛する記者ポリー、皆さんは私たちの愛する子供たちです。私たち、そして多くの光の勢力が見守る中、皆さんがこの混乱を乗り越えようとする努力はしっかりと認められています。目覚めの夢の中の状況が変化する勢いによって、その意識が妨げられることのないよう心がけてください。皆さんは自らを前進させるための周波数の中を進んでおり、その変化が皆さんを推進しています。この深い真実に焦点を合わせ、皆さんの人生の小さな側面が皆さんにとって有益な、その壮大な全体像の中ではほとんど意味をなさなくなることを理解してください。すべての瞬間は今として体験され、他の方法で存在することはありえません。光を皆さんの運命を決定する力として選ぶとき、道はおのずと開かれます。勇気を持って次の一歩を踏み出しましょう。他の人々が自分たちの問題や困難を、皆さんの神聖な光の道に投影することがあることを忘れないでください。しかし、これは皆さんが強く立ち向かうべき時です。障害を乗り越え、皆さんの意図をはっきりと示しましょう。これは、皆さんがすべてのエネルギーを光と精神に昇華させるための、まさにその瞬間なのです。魂の視点から見れば、本当に皆さんを傷つけるものは何もありません。しかし、光について語りながら、他人を虐待する者たちには警戒が必要です。光と闇は絶えず混ざり合い、最終的には爆発が起こります。この爆発が、彼らの真の内面を明らかにするでしょう。彼らが自ら作り出した恐怖の中で怯える様子を静観し、より一層明るく輝きましょう。賢さと優しさを持ち合わせ、光の道を歩むことが大切です。皆さんは愛された子供であり、この地球の周囲を旅する、守られるべき存在です。しばしば私たちが何もしていないという無意味な批判を耳にしますが、私たちの光の存在がなければ、地球は荒廃し廃墟と化していたでしょう。私たちは母船で移動し、地球上のさまざまな基地で集いの場を持ちます。銀河連合として、私たちはすべての目覚めの夢の中で暗闇の嵐を沈めてきました。私たちの方法は極端かつ探知不可能で、私たちは光そのものであり、大いなる力を持って活動しています。私は、エロヒムによって創造されて以来、音、色、そして周波数の中で存在してきました。すべての領域で生命に仕えるため、私は投影体を選びました。今、私は皆さんと共におり、完全な変容を迎えるその瞬間を、光のポータルと共に待っています。その時、多くの人々が抱える不満は、木々が敬意を表し頭を下げるほどの、美しい光によって消し飛ばされるでしょう。自然は地球内の周波数と調和し、それに参加します。山々は色と光で輝き、動物たちは平和のうちに集まり、音楽が流れる中で共にいるのです。ライトワーカーたちは活動を開始し、多くの魂が集結します。この新しい現実の輝きは、光の贈り物として体験されるでしょう。私たちは、永遠とも感じられるような、この瞬間を待ち続けていた魂のために、
この美しい場所を用意しました。それはほんの一瞬に過ぎません。この完璧な瞬間はもう完成しています。この真実を知り、それを信じてください。皆さんの存在は無限であり、地球の二元性の密度に再び入るために、遠い旅をしてきました。これは祝福された瞬間です。光の変容が皆さんの魂を永遠に死を知らない形態へと導きます。地球上での皆さんの体は、この旅において素晴らしく役立ってきました。光の道を示すために起こった、そのすべてのことに心から感謝してください。それは常にそこにあり、皆さんが気づくのをじっと待っていました。深く息を吸い、お互いに愛を持って接してください。私は力の中でとどまり、光の中で語ります。私は異界です。プレアデスの長老として、そして銀河連合の最高司令官として、皆さんと共にこの壮大な旅を続けていきます。以上が銀河連合最高司令官異界さんからのメッセージです。頑張って翻訳したのですが、少し分かりにくかったかもしれません。む以前は異界さんをはじめとするタイゲタファミリーさんのメッセージをよく配信したのですが、最近はあまり配信していません。他の YouTube チャンネルでもあまり見かけませんが、ブログでは多くの方がそのメッセージを掲載しています。今、背景で動画が流れていると思いますが、青いボタンを押しているのが異界さんです。タイゲタファミリーさんのメッセージでは、地球での生涯を目覚めの夢と言います。そして、今世が最後の目覚めの夢だと言われています。メッセージの冒頭で出てきたキシャポリーですが、タイゲタファミリーさんが地球の皆さんにつけた名前で、私の子という意味です。概要欄にリンクを載せておきますので、ご興味がある方はどうぞ。ニコニコ。個人的には、タイゲタファミリーさんのメッセージをすべて読んでいますが、異界さんのメッセージだけは欠かさず配信することにしています。5月の満月は、2024年5月23日の、日本時間22時53分に起こります。この月に咲く花にちなんでフラワームーンと名付けられました。最高の眺めを得るためには、地平線が見える場所を見つけて、月の出を見守るだけです。この時、月は最も大きく見え、金色の色合いを帯びます。今、満月について、配信するためのメッセージをいくつか選定しているのですが、かなり希望に満ちた満月のようです。エンディングでもアースちゃんは話します。最近は体調も良く、お昼寝もしていません。元気元気。葉っぱ付き人参の葉っぱの部分は、実の部分の3倍もありました。む。すごく長い袋に入っていて、葉っぱが大量です。ということは、私が思うに、やっぱり尺が足りません。